さあここも飯田が激しいディフェンスを見せる。そこをハーパーのピックを使ってかいくぐり、ハーパーセカンドチャンス、エドワン残り5秒、外に振って駒沢、残り3秒打ち切れるか、中入ってレイアップ、これが駒沢のうまさ。バーグに送って、さあここは田村が壁となるが、ジャンプショットフェイダーウェイ見事に決めました。バーグそして残す、そして長谷川、ここはアダムスピッタリマーク、ハーパーに送られて、さあバックダウン押し込んでのシュート、倒れ込みながら決めた。チャップマンピックをセット、これスイッチ、バーグが前にいます。さあ残り3秒、チャップマン体を翻しながら最後はフェイダーウェイ、今のは24秒、これ久岡入りました。2ガードに戻した香川です。二宮アタック、そのまま行きました。ペソン3を狙った、リバウンド、ウェーラー踏ん張りましたが、さあ長いパスチャップマンに通っている、ダンク。さあこれがラスト、越谷残り5秒、しっかりと得点を決めて終えられるか。チャップマン3を狙った、決まりました、3ポイントシュート。そして決まったと同時にブザーが鳴りました。前半終了。高い位置にいます、バッツ鎌田、前には飯田、チャップマンがピックをセット、鎌田が中入っていく、フェイクを入れて、さあ児玉がリチャルソンのピックを使ってリチャルソンへ、フェイクを一つ挟んでネイルからのショット、何度か弾んで決めました。リチャルソンディフレクションして奪った、上田のディフレクションから児玉スティール、そしてそのままスリーを決めた。しっかりリードを広げておきたいのは越谷。第3クォーター大活躍の鎌田、駒沢に預けます。さあここも勝利フェス、そこを剥がしてチャップマン、スキップパス、アダムスなんとか残してリチャードソンを経由、そのままここはリチャードソン、N1! ここは一旦外国選手はもう一人という時間帯作りました。リチャードソン、もう一度、まだまだ分からないという状況です。ウェラバーグに送ってフェイクで剥がした、スリーポイントシュートが決まった、これでついに一桁。ハーパーのスリーがリングを巻いて落ちた。そしてバーグ残り40秒3、アダムスのアタック、ウエラが狙うブロックショット、チャップマン最後もこのハードディフェンス。